チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。中国シンクとヤンクより、こんにちはということでございまして、週に1回やっております、定例研究会の、後のご報告と兼ねた、番組でございます。本日はチャンネルクララでもですね、経済番組でおなじみの、村上先生にお越しいただきまして、米日経済の現状と展望というテーマで、お話を、いろいろ伺ったということでございますが、まずはですね、所長の方から特に印象に残った点などをご紹介いただければと思うんですが、はい、いや本当にもう日頃考えていたことを全部先に本発表で答えていただいていたんで、質問することないなと思いながら聞いていたんですよ。結論的にはだって小泉内閣の時より、はい、今の方が景気がいいわけなん で、うん、で小泉内閣の時モーニング娘。が日本の未来世界が羨むって歌ってたわけなんで、首相が今小泉さんだったら岸田さん支持率 80% ぐらいじゃないかなみたいな、うん、というのが現実なのに、それが政治につながらないということは国民生活につながるんだな、うん、まあ結局岸田さんの発信力の弱さが結果そのものを減災してるんだなと思って、でそれでもう本当全てがもう日頃から考えていた疑問答えていただいたところなんで、無理やりひねり出した質問を改めてこの場でもしたいと思うんですけど、はい、今からデフレ戻す方法って何ですか？それはやっぱり白川さんを斉藤が斉藤が日銀総裁連れてきて、はい、連れてくると、で、はい、さらに財務省は増税にする、増税の話ぐらいやらないと、はい、まあ、デフレには戻らない、簡単には戻らないですよ、はい、うん、まあ、つまりいやふざけたように聞いてるかもしれないんですけれども、いや逆にそれさえ避ければ、まあ、そこまでひどい状況ではない、警戒はしなければいけないわけなんだけれども、うん、何をやったらいけないかということを実はいろいろと村上先生には研究会でお聞きさせていただきまして、非常にまあ、というかもう全て納得しました。米日経済の現状というテーマでお話しいただいたんですが、まあ、日本の話が出てしまったんで、ここはアメリカについてですね、はい、渡先生の方から何かお話を聞いて。そうですね、まあ、今年大統領選挙と連邦議会議員選挙があるわけですけれども、バイデンさんがまあ大統領にそのまま続いたとしても、まあ、上院は共和党であると、トランプさんが共和党で、まあ、大統領になって上院は共和党、ただまあ下院はもしかしたら民主党になるかもしれないという中で、そのアメリカの財政の見通しと、そのインフレであるとかそこら辺のことについて、まあ、お伺いしたんですけども、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、まあ、いろいろ大統領選とその議会の構成でいろいろその政策変わりうるっていうシナリオはいくつかあるんですけども、ただどっちが勝っても大統領になっても どんな政権になっても極端な財政政策が行われる可能性は多分低いんじゃないかなと僕は思っていて、で、まあ、金融市場もそこは落ち着いて多分今のところ判断しているので、まあ、よく言われているその、アメリカで財政赤字がまた広がって結構大変なことになっている的な話と今現実実際起きていることっていうのはちょっと違っていて、で財政赤字自体はアメリカは日本よりもこう大きいんだけども、でも実は安定してる、でそれはやっぱ経済の成長が高いんで税収が増えてるっていう側面があるの でそこはやっぱバランスを持ってやっぱり判断しなきゃいけないっていう、まあ、そういうご説明を差し上げました。はい、これやっぱりあれですか、はい、その経済がまあソフトランディングっていうか、うん、まあ、ランディングしないでそのままいっちゃうような感じなんですかね、うん、アメリカは。まあ、ランディングの定義によると思うんですけども、はい、僕はインフレ率が今 3% ぐらいまでようやく来て、で 2% に近づくと、でかつその成長率も 2% ってことは完全にランディングしてると思うんですね。でそれに近い状況になりつつあるっていう意味では、まあ、非常にこう理想的な状況になりつつあるということで、僕はその意味で今ソフトランディングに向かいつつあるという、まあ、そういう認識でいるということですね。はい、まあ、今の関連のお話で言いますと、はい、まあ、これも前回の選挙の時にやっぱり金よりミートゥーというか、はい、要するにアイデンティティポリティクスでは必ずしも経済とその支持率が連動しないよねというふうな話を、はい、まあ渡先生のブックメーカーなんかにしてたんですが、今日お話伺ってるとやっぱり今回のその選挙っていうのもなんかそういうふうな感じですよね。そうですね、普通は実は今のアメリカ経済ってすごく安定していて失業率も低くて、でインフレ率も、まあ、ずっとこう去年までは高いインフレで大変だって言ってましたけども、さっきも言いましたけども、インフレ率の今も 3% 台にまで落ちてるんで、いわゆるそのミザリーインデックスっていう資産指数で見ると相当実はパフォーマンスいいんですよね。だ普通だったらこの経済パフォーマンスだったら普通大統領選勝つんですよ、再選するのは当たり前なんですけども、まあ、今回はさすがにバイデン、まあ、もう正直どっちになるか分からないっていう状況だと思うんで、いわゆるこれまでの法則が戦後ずっとこう続いてきた法則が、まあ、初めて
こう崩れるかもしれないという、うん、そういう状況ですよね。すごく面白いですよね、はい、その地域ごとにあの景気が全然アメリカも違うので、違うんです、そうですね、景気がいいところの方が実はトランプが強いっていう、うん、そういう話になりましたね。すごい面白いなと思います。で、まあ、あの今日いろいろお話しいただいて、まあ、アメリカが中心でその後まあ日本でということなんですが、最後に少しあの中国のこともあの触れていただいたんですけれども、あの結局まあゼロコロナでまあ2年間ほとんど何もしなくて、はい、その後もまああの放置状態というふうなことで、これ実はあのデフレがもう実質続いていて、あの日本化するんではないのかというふうなお話もあったんですが、それについても、はい、そうですね、あの、まあそのいわゆる名目 GDP と実質 GDP の差がいわゆる GDP デフレーターで、それで見るともう、まあ、1年以上ずっと実は中国ともデフレなので、で結局今まではやっぱこの金融市場の中でも、いや中国の当局者は日本の失敗よく見てるから、いやデフレになるなんてことないでしょうって、まあ僕もそう思ってたんですけども、でも実際にはやっぱり起きてることってやっぱり日本の失敗と結構似てきてる。でやっぱり政策当局者がやっぱりこう何も思考停止状態になって何もしないと、あの中国もやっぱり日本と同じような状況になってしまうんじゃないかなって、まあ、そういうふうに多分僕も含めた金融市場関係者を見てるから、まあ、やっぱり中国への光る論っていうのはすごく今強まっていて、まあ、やっぱり日本化のリスクってやっぱり無視できない状況じゃないかなっていうことだと思いますね。はい、ありがとうございます。というわけであの結構盛りだくさんのお話でまあいろいろ伺ったわけですけれども、最後に告知ということで、6月22日土曜日ですね、22日土曜日です、13時半から会場かな、第6回となります旧国シンクタンクセミナーで、今回はこのコロナ禍のを記録するの出版を記念いたしまして、私めがあのセミナー講師を務めますけれども、今回のテーマ文書です。公文書というとものすごいあの政策担当試験に受かった人たちが興味がある政策で公文書って書くぐらいすごいあの業界ではメジャーなテーマなんですよ。で安倍内閣の時本当公文書をめぐってものすごい政治的な闘争が行われていて、行政の人たちも大変だったんですけれども、はっきり言いますけれども、あそこで起きていたことは全てが間違っています。じゃあ何が間違っているかっていうと、左の人たちが安倍叩きの文脈で全部見せろ、そもそも隠すな捨てるなって言っていて、それに対してあの政府側がそんなの嫌だと言ってる、もうこの議論そのものが根本的に間違っています。そもそもこの自治体経営研究会におけるセミナーというのは、地方議員の人たちが実際に仕事でどういうふうなことができるかということをレクチャーするセミナーですので、文書と関わっていない、公文書と関わっていない、まあ、そもそも私は公文書というのは文書と言えから、ね、始めたいと思うんですけれども、あの文書と関わりのない、あのデジタル時代でも文書なんですね、紙じゃなくても文書ですからね、あの文書と関わりがない地方議員首長さん一人もいないと思いますので、この行政の基本である文書、政治の根本である文書をどういうふうに扱うかということもこのセミナーでやりたいと思うんですが、盛りだくさんの内容になりますので、うん、まあ、あの毎回あの小出しに内容をしていきたいと思いますけれども、まあ、このね歴史学マネージメントインテリジェンスで私の全てじゃないかというね話で、いかに私が性格の悪い人間として生きてきたかってね、まあ、この本自体が人の過去を絶対に忘れさせないというね、もう魂を込めて作った本ですので、ね、その裏話もね、どういう、ね、思いでこういう本が出来上がっているのかっていう話も、まあ、第2部の方ではしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。毎度のお願いでございますが、こういうですね盛りだくさんな活動ができるのはあの皆様のご支援の賜物ということでございますので、ぜひともですね旧国シンクタンクの方の会員の方に、なっていただければというふうに改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。というわけでございますで、引き続きですねまたあの毎週こうやって集まって、いろんな方に呼んでお話を伺うという研究会を続けていきたいと思いますので、ぜひとも引き続き、ご支援をいただければというふうに思っております。どうも本日は今日はありがとうございました。村上先生ありがとうございました。ありがとうございます。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚をシンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていく。でそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。
目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。